きた。バグってきたね。いいさ。またグラして。あ、やんだ。こんなんなんだってさっきから。ね。山芋食べたことなくてさ、うん、こんなのがあったからセブンの。これおつまみ食べます。うん。うん。あ、美味しい。ね。うん。めっちゃ美味しい。最高つまみ。美味しい。美味しいね。うん。この。あれ。なんかこれ手通すとこなんだけどさ、なんか肉が出てくるの。手とか指か。ボーナス。やめてよ。食べる。うわあ、すごい。エイジから。これ優勝だな、これサーロインだよ、サーロイン、サーロイン、うん、へぇ、うん、どんなもん、大体だよ、大体結構フランといくさ、あれだよね、大体、大体うん、熱いよ、気をつけて、うわー、すごい、え、どうした、どうした、どうした、ちょっと待って、もう一回、どうした、どうした違うんだって。行きます。よし。うわー、美味しそう。行った。すごーい。これ何？エリンギ。あ、エリンギか。うん、おー、やったね。バターとか持ってよかったね。うん、一個落ちたよ。あとですよ。はい。チョリソ。お。チョリソ。楽しみ。こんばんは。こんばんは。動画撮っちゃってます。もう食べれるかな。ん？ちっちゃいやつ。切ったやつ。この刻みわさび。ステーキにすごい美味しかった。家で食べたら。おくんなまし。もうちょっと焼いた方がいいんじゃない？どう？もういい、うん、ちょっとでも味があんまり、うん、あ、いいじゃん、つけるやつあるじゃん、うん、ちょこっとね、はい、こっち目テイスティングなんでこれ、はい、うん、うん、おいしい、めっちゃ柔らかい、うそ、うん、へぇ、どうしようか、いい、そう、早く食べさせて、うん、あ、おいしい、ね、うん、おいしい、うん、ファイヤーいい感じめっちゃいい感じ、だいぶ燃してるね、えだいぶ燃やしてる感が出てる、うん、ブロンコビリーって感じ、そうだねブロンコビリーって愛知県なんだよね、あ、そうなの、じゃないの、確かそうだよ、そうだよ、へ、愛知の爽やかっていう、へ、そういうポジション、そうそうそう、あ、そう、ちょっとソースかけようかな、うん、ソースこれかけます、お、ステーキショウニンニク風味、いきますよ、はい、こっちかけようか、こっちエリア、うん、うん、うわ、ジャ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 、すごい。おいしそう。そうだね。うん。おいしい。おいしい。うん。
んかが。本当？気合すごいね今日。すごかった。うん。でもやばいよ。食べる。はい。うん。ブロンコビリーできた。はい。じゃあ第2弾。はい。今日はあ冷えちゃう。あじろ。今日は。いや意外にも、うん、僕らあのキャンプでアヒージョは初めてなんで、ねそうだよね、いつもキャンプの何作るかはすごい結構考えて2人で、うん、どうするどうするって言ってるんですけど、うん、今回はちょっとこれにやってみようってなりました。はい、それどこで買ったんですか。これは、うん、えこれどこだっけ。えアヒージョ一緒に買ったじゃん。タケちゃんはねすぐ忘れるんですよ。思い出してどこだっけ。もう店の中、店は出とんだって。あ、目の中で名前が出てこないだけあって。かはかカタツムリ。違うカルビ。出るじゃん。何カタツムリ。カタツムリは言わして。うん、なんだ、はい、心配した。じゃあまずどうすれば。オリーブオイル入れる。うん、オリーブオイル入れればいいみたい。オッケー、じゃあ行くよ。うん、お願いします。はい、熱いよ、気をつけてよ。ちょとりあえずこれを入れて、うん、混ぜればいいのか。うん、なんか溶けないね。多分まだぬるいからじゃない。そう、知らんけど、こういうもんなのかな。あ、でもなんかちょっとアヒージョっぽい色じゃん。一回さ家でさ、うん、アヒージョやったことあるんだよ。覚えてる。あ、全然覚えてない。あ、そう、うん、忘れちゃうから、ね、そういう色だよ。あ、溶けてきたじゃん。そんな感じだよ。でちょっとさ、ニンニク切るわ。ニンニクを、うん、入れます。うん、うん、粒ごと、うわ。すごい。ジューってきた。うん。わあ、すごい。これ油がやっぱ温まったからこうなったのかな。エリンギ投入。あっか。投入。はい。もういっちゃいましょう。でかいね。今日のメインはこれだから。そっか。わあ、すごい。ホタテ。うわ、シーフードだね。そうだね。ねえ。いいよ。え？いいよ。いいよ。シーフード。お財布もね、いっぱい入れたいんだけど。うん、すげえ。ちょっといいよ、混ぜて。混ぜれる。混ぜません。すごい具沢山。これ切れんの？はい。今パプリカとズッキーニとアスパラとミニトマトとエリンギかな、野菜は。もう食べ頃かな。この辺にパンを乗せておきますね。うん、はい。はい。じゃあタケちゃんに食べてもらおうかな。エビいきます。はい。殻じゃない、あれあるからね、尻尾。うん、ちょっと持ち直して。はい。エビいただきます。はい、うん。うん？うん。味ある？味はある。
え、アヒージョってこういう感じ？どういう感じ？意外とマイルドなんね。味が薄くなったかなとは思うけど。あ、そうなんだ。わかんない。なんかもっとさ、うん、なんかさ、アヒージョって感じ。もっと。味がしないんじゃないの？そんなことない。ちょっとじゃあズッキーニいってみます。うん、ズッキーニ。うん。もう。うん、ズッキーニちゃんをいい、ね、いってみます、うん、あ、これ熱いよ、うんうん、どう味は、でもある 塩、うん、しょっぱ、しょっけするけど、うん、感動がない。いや、もっとなんか 濃い味かなと思ってたけど、意外とアヒージョ。ちょっとやる。何を？私だってこんなちっちゃくなっちゃったタコ。やば。お、タコ。タコと、はい、アスパラが食べようかな。はい。あ、トマトもいいですか？はい。トマト熱いぞ。あ、冷ましとく。うん。ちょっと見せてください。はい。こういう感じ。はい、こういう感じね。タコとちっちゃくなりすぎじゃない？たこ焼きのタコぐらいになってる。うん。いただきます。はい。うん、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 ドゥ、ちょっとこっち行くわ。はい、アスパラ、うん、うん、おら、うん、美味しい。うん、美味しいじゃない。美味しい。どう、トマト。うん、美味しい。美味しい、うん、お、2本目、はい、今日は2本目いきます。はい、ジムビーム、ジムビーム美味しくない？うーん、ジムビームが美味しいのかな。あら、これ美味しいんだって結構。はい、これなんかね、いろんな種類が出るの、うん、だからさ、なんか出ると、うん、ちょっと気になって買います。でもピンクグレープフルーツ、うん、初めて見た。コーラも最近出てさ、コーラの前に出て、うん、ちょっとこれ飲みます。はい、いただきます。はい、うん、めっちゃグレープフルーツやん。うんと、へえ。半分グレープフルーツだわ。半分、うん、まあそうだろうね。うん、美味しい、美味しいです。これ丸ごとニンニク、うん、いっちゃって。いっちゃいます。元気が出るよ。あ、焼けてる、煮えてる、うん、うん、あ、美味しい、美味しい、うん、あ、ニンニクうまっ。漬けパンは？漬けパンもやっていいよ。やってみて、やってみて、やってみて。やってみて。3回言った、うん、やってほしい。 これをつければ。そうそう、そのままこれね、うん、チュ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 ってつけて、うん、これを食べるわけですよ。そうそうそう、はい、うん、あ、美味しい、美味しい。いける？うん、そうやってやるよね、アヒージョって。うーん、あ、美味しい。あ、アヒージョってこういう味。うん、うん、うん、美味しい。じゃあゆっくり食べます。じゃあ本日2本目、金麦いただきます。おいしい。いやね、金麦これ僕キャンプの、まあ家でもそうなんですけど、結構毎日飲んでるんですよね。そろそろいいんじゃないですかね。いや、ほんと何がいいの？いいっすか、そろそろ。何を期待してんの？ CM 来ると思ってる。待ってる待ってる待ってる。ほんとすごい待ってる。ちょっと足りないんだって、まだ。何が？あ、足りない、気持ちが足りない。そう、もっともっとなんかもっと心を込めて。やっぱ気持ちが足りないな。うん、ちょっと足りないね、まだ足りないね。もうちょいじゃあやってみようか、うん、やってみてね、やってみようか。分かってきた？うん、ちょっと分かってきた。気持ちの伝え方が。
美味しい。本当は茹でてから作る予定だったけど、こうやって入れちゃいます。はい、入れちゃいましょう。麺が知ってる？うん。汁をちゃんと吸おうとするんだね、うん、やっぱね。めちゃくちゃ美味しかったらどうしようねこれ。え？めちゃくちゃ美味しかったらどうしようね。無線どうもせんて。ああ。めっちゃグツグツしてきました。おはようございます。はい、おはよう。乾杯。はい、乾杯。今日ちょっと寝坊したんで、朝ごはん簡単にこれで済ませます、うん、20度ぐらいでめっちゃ涼しいです。もっとさ低いかな。20度ぐらいだよね、でも、うん、ちょっとね、半袖じゃ寒いからね、長袖着てる。もう雨が上がってよかったです。うん、本当。ね。よかった。うん。朝方結構降ってたもんね。めっちゃ降ったよね。うん。めちゃくちゃ降ったけど、このサイト砂利なんで、うん、全然その下がぐちゃぐちゃにならなくて、うんうん。うん、すごい良かったこれ。うん、またさ、アブが出てくるね。ちょっとでもあれだね、今までのさ、うん、キャンプ場で出会ったアブってさ、うん、なんかもっとでかいやつじゃなかった。ああ、そうだね、うん、ちっちゃめかも。このやつちょっとちっちゃいから、なんか種類が違うんだろうね。食べたいな、うん、開ける、うん、懐かしいのキャベツだ。昨日はもろこしわたろうだった。これさ、キャベツさ、入ってないよ。入ってないの？あ、うん、ソースの味が美味しいね。本当だ。懐かしいよ、みんなこれきっと。うん。朝ごはんめっちゃ適当だったんで、時間が30分以上早く終わって片付けられて優秀です。いろんなサイトがここはあって面白いから、ちょっと見てます。ここ気になるんで。あ、本当だ、岩倉キャンプ村って前の
ャンプ場の名前が書いてある。お、このガラス、うちのガラスと一緒。うん、昭和のトイレなんだ、ここ。今は使われてないみたいだ。すごいいっぱいサイトがあるね。ここもなんか星空プライベートサイトっていうサイト。お疲れ様。はい。